共産党はっきりとです、ね、日米安保配慮だと自民党は違憲だと言ってるんです。その党と組んで立憲民主党の幹部はまさにこれからの政治がですね、最も不安定な状態に入るということです。しかも経済対策でいえばですね、消費税を